もうチームに合流されて何日か経ってると思うんですけど、どんな印象を持たれましたか？いやもうね、グラウンドで本当に選手たちが一生懸命やってくれて、開幕はすごく楽しみにしてますね。緑色のチームっていうと初めてになりますか？はい、過去自分が経験した初めてです。だいたい赤かエンジか、紫ですね。周りから何かその辺言われたりとかあります？言われますね。結構緑似合わないだろうっていうことを言われてるんですけど、僕が緑を着るわけじゃないんで、はい、なんとなくこう印象からするとですね、非常に厳しいイメージをですね持ってる選手もいるかと思うんですけども、その辺こうどういうふうにやっていこうかとか考えてらっしゃることありますか？いやもうざっくばらんにやっぱり普段から声をかけながらね、選手たちとコミュニケーションを取りながら、僕が言うだけじゃなくて、やっぱりコミュニケーションを取って彼らの能力を引き出すっていうことができればいいと思ってますから、はい。それでは最後なんですけども、ヴェルディのサポーターに一言メッセージをもらっていいでしょうか？昔は敵でしたけど、今は応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。